A, B, エ x ストリームは、高橋や七郎による、ライトノベルシリーズ。レーベルは、電撃文庫。第8回電撃ゲーム小説大賞。先行委員奨励賞受賞。受賞時のタイトルは、エクスターミネーター A, B。イラストは1.2巻では、金田堺治、アプラクサスの夢では、なぎりょうが担当。通会娯楽アクション小説という作者の解説通り。 爽快な銃撃アクションと切ないストーリーが売りの作品である。2010年3月現在、アプラクサスの夢を含めて3巻まで刊行。アプラクサスの夢には A、B エクストリームのタイトル表示がないが、内容的には完全な続編であり、実質3巻に相当する。詳細は後日、人類が発見した次元のうちに展開する広大な空間。 ゾーン。ディビジョン駆除紹介に所属するアンディとボギーイコール A、B はゾーンに救う謎の怪物、グレムリンの退治を制御とする腕利きの駆除屋である。いつも通りに多数の被害を撒き散らしながら仕事を終えた A、B に社長であるディビジョンから新たな仕事が伝えられる。それは整形開発公団からの巨大調査開拓公抽船エンペラーに発生した。 グレムリン駆除と二人の重要人物、ハンスクルップ博士、社長即女ユミナ、バンダービルと両名の救出の依頼だった。A、B は他の駆除屋たちと一緒にエンペラーに突入するが、そこにはかつて世間を騒がせた星追いを名乗る集団による交中船ジャックという予想外の事態が待っていて、設定がやや難解でわかりづらいこと。 また主要な登場人物がほぼ男性で、最近のライトノベルには欠かせないキャッチーな女性キャラが少ないことから、売り上げはあまり伸びず、2010年8月現在、期間3冊ともに再販は確認されていない。この売り上げ不振から、2巻、ニコラウスの仮面が発売された後、2年にわたって、続刊は出なかった。しかし、高橋による別シリーズ、 釈願のシャナが好調な売り上げを記録したため、編集部からの、ある意味、ご褒美とも呼べる形で2004年6月に、実質的な第三巻、アプラクサスの夢が発売された。この巻ではタイトルから、A、B エクストリームの表示がなくなり、また差し絵もそれまでの2冊から変更されている。この、売り上げが振るわない作者に、より売れ筋を狙った別シリーズ作品を書かせ、 それが成功した場合改めて旧シリーズも続刊させるというご褒美出版システムは電撃文庫の方針の一つとされ他にも渡瀬総一郎、有沢真水などが同じような経緯で作品を出版している A、B エクストリームケース -314、エンペラー ISBN4 から 840220719A BXTREAM n i c o r a の仮面 ISBN4 から840221421、アプラクサスの、夢 ISBN4 から840227004。ありがとうございます。